前田の場所も変わったんですけども、まあ、プレッシングの部分が昨シーズンは少しその前のシーズンと比べると影を潜めたようには感じたんですけど、はい、さてゲームがスタートしました。扇原からまず左の高野、2試合ぶりの出場になります、うん、小西が下げて福岡からの縦パス、これをもう一度小西が下げました。おっと前からだった、ね、さあ前田大然スピードに乗った前田大然、4戦連発前田大然、覚醒するスピードスター、今日も取りました。あっという間でした。早いですね。それでもまあ食われちゃいましたね。まあ一つあるとするとバックパスを受ける時の、福岡のポジションが少し高がもう少し多分下がって、なおかつ、まあ、右の方にフリーマンいましたんで、そこがおそらく視野に収まっていると違ったのかもしれません、はい、自分のポジションが高かったので。さあマルコス・ジュニオール、立ち上がりの先制点になりました F マリノス。渡辺康太は内に入った高野へ、幅を取ったのはエウベル。カットイン、エウベルも打った。プラスで小西のところにボールがいったときにはもう少し縦のボールと背後が出てくるはずなんで、はい、徳島、ここの使い分けをうまくやってですね、これを拾ったのが岩尾です、はい、浜下から外回った岸本、折り返し惜しいですね。帯がキャッチしました、はい、ふわっと入れて川田、帯です。惜しかったですね、はい、はい、エウベルです。マルコス・ジュニオールのスイッチ、エウベルシュートだ。枠の上でしたエウベル。でもやっぱりマルコスですね、はい、背後に中川を走らせてこれが通ります、ね、中にはマルコス・ジュニオール、そこに通ったマルコス・ジュニオール、ね、ちょうどいいとこ来ますもんね、はい、そういうのもやっぱり慣れていくしかない部分なんですね。慣れでしょうね、はい。ここで前半が終わりました。1対0、前田大然4試合連続のゴール。さてここまで戸田さんいかがですか。まあそういった選手をうまく使うっていうことも考えてたような気がするんですけど、まあ、できなかったですね、まあ、終盤渡辺康太や水沼にもたくさんのチャンスがあって、はい、コーナーキックのジャッジです。うまい見どころなしでしたね。そうですね。クイックリスタート、扇原入れます、ヘディング、また前田大然。スピードがありますか。川田、川田運ぶ、おっとこれは扇原のタックルにはイエローカードが出ます。ボールにはチャレンジできていなかったというジャッジです。うまくボールを隠しました川田。まだ川田が前を向けた、奪われます。川田、マルコス・ジュニオール、浮き球、前田大然も走らせます。セカンドに打球、エウベル、前田大然、前田大然、これを見ているということはこれが APP の中に入っているということなんでしょうから、これをファウルと取るかどうか、はい、はい、ファウルを取りました、イエローカードがマルコス・ジュニオールに出ます。からオナイウアド、水沼だ、水沼グラウンダー、こぼれ球シュート、マルコス・ジュニオール、柿田はお父さんも元鹿島の選手で、今でもお父さんにいろいろと指導を受ける。おー、ボールが来た、シュート、おーっと最後宮代でしょうか。岸本カットイン、流れたボール、シュートだー、浜下のシュート、わずかに枠の上、そしてこれがラストプレーになりました。試合終了です。ファイナルスコア